人気を集めた近畿勢、スタート合戦を制して1番の高久保が前受け、後ろから上昇は九州コンビ、中段変わらず7番の二頭周です。さあ残り2周というところ、後ろから九州勢が前を抑えて、ここに7番の2頭が乗ってまいりました。あとは1番車の高久保祐介なんですが、高久保をひとまず5番手まで車を下げた模様です。抑えて4番の林、中段キープが7番車の2頭、人気を集めた近畿勢は5番手、さあどのあたりから1番の高久保を巻き返してまいりますでしょうか。徐々にペースが上がってまいりました。前から後ろを振り返りつつ、4番の林がかける展開、中段7番車の2頭、1番車の高久保現在は5番手、さあ近畿勢が間に合うかどうか。最終の 1,2 コーナー中間地点、3番手前と車間を切っている7番車の2頭周、5番手から動いた1番車の高久保、そして中段からここで7番車の2頭を縦に踏んでいく、さあ切り替えて5番の田舎はコースを探していって2番手内目まで上がってまいりまして、4コーナーを回ってくる。先頭は4番の林、番手から5番の田舎、最後は抜け出した。